Welcome, welcome everyone. My name is Hiro Ushio, your comfort hero for today. We are going to be playing some amazing games. Have a good time, so sit back and relax and enjoy the video. Let's see what's playing today. We're finally at chapter two. Find the pie maker. God damn. First things first, teleporter. Now it's open. Look at that little witch icon. That is so cute. There's so much stuff we haven't explored yet. とにかく。 また会ったのも何かの縁だ。俺の名前はラルフ。バベリア大陸の行商人だ。取引なんでしょ？綺麗な石をあげたんだから早くパイをちょうだい。残念だが今はどっちもないんだ。宝石は処分したし、パイは全部食べてしまった。Bruh! Okay. He didn't keep our pie after we bought it. He ate it. And then he sold what we gave him. Oh man, he better have the money for it at least. でも、がっかりする必要はない。俺はバベリア大陸で最も取引に信頼がおける商人なんだぜ。さあ、宝石のお題だ。Okay. Foxes say, Hiro, since you like RPGs, must ask, are you interested in Octopath Traveler? Yes! He looks like Chibi Hex. Maybe he is Chibi Hex. But, yes, I am actually interested in Octopath Traveler. I do have the game, but not on PC, and that's what I want to get it from. I'm actually thinking of redoing Tactics Ogre as well. A currency used to trade with humans. ご主人様、これは人間たちが物を交換する際に使用するゴールド？はい、これを使って必要な道具を取引できるんす。じゃあこれをあげるから早くパイをちょうだい。 She was gonna give him all of the gold. Damn. Like all the gold for a slice of pie. それより、このままで大丈夫なのか？何？ああ、森の外は初めてだったか。いや、なんでもない。身をもって体感する方が早いかもしれないな。あれを見ろ。ちょっとあんたたち、どこまで見送るつもり？このまま教皇様の城までついてくる気？では見送りはここまでとしてもよろしいでしょうか。ディビア様、いつもお気遣いいただきありがとうございます。今回も勉強になりました。そんなこと言ってないでさ、私が来なくてもいいように学んだ分ちゃんと働きなさいよ。気をつけろ。あのものは王宮勇士だ。あのものが身につけている赤い布を見たらわかるだろう。服装からして指揮官の階級であることは明らかだ。一体いつまで私が辺境に出向いて勇士学校の面倒を見なくちゃいけないの？奈落村は遠すぎるのよ。もう少々お待ちください。勇士学校を任せられるくらい我々が一刻も早く成長します。
指揮官？何それ？ところで、あれ、あの黒いの、魔女ではありませんか？見られてしまったか。ファイト1号は手に入れておく。幸運を祈るよ。Bro, you straight up abandoning me. 魔女だ！民間人を保護しよう！助けてください！ Dude! 無駄な抵抗はやめた方がいいよ。あんたは包囲されたのだから。Bruh! That guy literally made it look like we were doing something to him. 魔女を許すわけにはいかない。森の外に出た瞬間包囲されるなんて、どうするんすか？勇士が多すぎる。上出来だよ。訓練の甲斐があったね。さあ、次は何するべき？それは魔女を見つけた時のルール、まだ覚えてないの？剣術はぎこちないし、基本がなってないじゃない。よく聞きなさい。魔女を見つけたら、一つ、魔女を発見したら必ず報告し、生け捕りにして強行城の監獄に移送すること。二つ、魔女を生け捕りにできない状況なら即座に処刑すること。分かった？あんたたちは今包囲だけして報告もまともにしてなかったの。教えてくださりありがとうございます。次聞いた時に答えられなかったらただじゃ置かないから、肝に銘じておきなさい。おとなしく捕まれば私だって手荒に連行しない。どうする？何を？おとなしく捕まる気はあるか聞いてるの。捕まる？私が？予想通りの反応だね。ちょっとあんた剣を貸して。やっぱりあの手入れが全然なってないじゃない。ま、あんたみたいなお子様にはこれくらいがちょうどいいかもね。王宮勇士リビア、これより教皇様の命を受け魔女を処断する。Okay, so now we're just in a fight. That's awesome. That's cool. そこ、どうぞ。 Ooh, okay. 行くぞ。気をつけた方がいいよ。どれどれ。She got two hits on me. Okay. Dore, dore. Much better. この一撃で終わらせてあげる。少し時間をやれ。Dang, they're fast. I'm gonna have to pick up my agility. Dore, dore? Say the best. Ikuzo. Ikuyo. Oyobi desu ka?God dang, why is she hitting me so much? Ultra skill finisher! Oh, we stole their money too. Bro, you literally left us to die. Mizetan, じゃなかったの？逃げるべきは君の方さ。もうすぐもっと大勢の勇士たちが押し寄せてくるだろう。俺がうまくいっておくから気にするな。
どうして私を助けてくれるの？未来の取引相手への投資ってとこかな。魔女はいろいろと役に立つからな。ご主人様、こいつの言う通り、ひとまず逃げましょう。じゃあよろしくね。僕が言ったでしょ。 それにあの女勇士は教皇直属の部下っすよ。教皇？何それ。人間たちが戦争を起こしてアルア神殿を壊したことは覚えてるっすよね。その戦争の中心にいたのが教皇っす。いわゆる神に仕える者たちの王っすよ。教皇は神に仕えるんでしょ。なんで神殿を壊すの？教皇の名前はセルビス。彼は神に仕えて教皇になったわけじゃないっす。戦争で神の力を奪って教皇になったんすよ。 Damn. Desperado Day says, that was just a child with a mustache. Those two are not the same character. 神の力を奪う？そんなことできるの？重要なのはそういったことが起きたってことっす。どうやって神の力を奪ったのかは僕も知らないっす。そうしてセルビスは新たな宗教ニュリマを作り出し、自ら教皇になったんす。セルビスは表面上は古代神ラムエルに仕えてるっすけど、その実態はセルビスを崇める宗教なんすよ。それと魔女狩りはどう関係があるの？セルビスは自分を脅かす存在は全て消し去るんすよ。それが魔女ってことっす。へえ、私はまだ子供だよ。だからご主人様が怖いんすよ。ただの女の子が勇士たちに勝つんすから。私はただ愛を取り戻しに来ただけなのに。魔女として生まれたのが罪ってことっすね。何よそれ。彼らが罪だと言えば罪になる。それが人間の世界っす。自分が神様だとでも思ってるの？じゃあ私以外にも魔女がいるってこと？はい、人間の間で魔女として生まれた者たちはいるっす。だいたい殺されてしまうんすけど、運よく生き残っても魔女は森に捨てられてしまうっす。ご主人様のようにね。これでやっと外の世界の現実が分かったっすか？僕が人間と関わるなって言った意味理解できました？隠れて生きても意味ないよ。はい、この森に現れる勇士たちがだんだん増えてる。いつかこの森から溢れるほど勇士たちが押し寄せてきたら、私は勇士たちに囲まれて死ぬと思う。あんたは自由に飛び回れるから、一生この森に閉じ込められて勇士たちと戦わなきゃいけない気持ちがわからないでしょ。聞いてたらそれもなんだか気の毒っすね。いっそ人間の世界に出て今まで夢見ていたパイを探すよ。それに前から探したかったものがあるの。森では見つからないから諦めてたんだけど、ちょうどよかった。やれやれ、人間とは関わりたくなかったけど仕方ないか。では僕が隣でサポートするっす。人間の世界に出るのは初めてなんすから、僕の言うことを聞いてくださいね。頼りになるな。がっつり戦ったし、一眠りしてからラルフのところに行こうかな。ラルフにあのパイをどこで手に入れたのか聞かなくちゃ。Alright, now we can get some sleep, but we also... Oh, we can get some training done too. Add training session. Let's see. We do need more defense, and we don't really have much training that'll help us out with the defense other than this one. Can I do three of these? I can.
We got this. Yeah! 22 defense. Ooh. I was good with like splitting it up between the two, but at the same time we kinda need to do like a little bit more with our physical power too. We need more defense. So train on defense. Work on magic a little bit. Flame frog pouch. I wonder where I would get that from. I mean, it would probably be in the froggy area. I'll go to sleep later. Didn't even see me coming. So the swamp area is this way. If I need a frog pouch, I would have to get it to there. I mean, that's where I saw them. Yeah, see, look, there's a whole bunch of frogs here. Ooh. I'll take that. There's bound to be something I've missed, so I'm gonna look around for a bit. Try the fight. Don't have the right stuff for it. Oh, I have to do the training again? Damn it. Should have saved right afterwards. Red Wolf, thank you so much for the hydrate and the stretch. Let me just get this done out of the way. Rolling up on some bunnies on drive-by. Chotto matte ne. Ima pai o motte iku yo. Hi.
We gotta see a bigger portion of the picture. More of the memory. お待たせ。できたよ。あったかいパイ。いちご。おいしいな。そうそう。たくさんお食べ、かわいこちゃん。もっと食べる？毎日見ても飽きないほど幸せな夢だな。はあ、もう少し見ていたかったのに。そろそろラルフのところに行こうかな。ブラックジョー、外の世界を探検する時間だよ。ご主人様、火炎魔法だけはどうか。助けて。こんなことしてる時間ないの。外の世界でパイが私を待ってるんだから。夢だったのか。あー、助かった。よし、出発。 We're nicely rested. I need to work on some HP as well.Alright, Red Wolf, thank you for the hydrate and the stretch. I'm gonna save. So, I don't think I have the right spell to take out those plants yet. So, I have to wait on that.君の行方は俺がうまくごまかしておいた。だが東にあるララク橋は当分渡らない方がいいぞ。君が現れてからララク村の警備がかなり強化されたからな。さらに強い王宮勇士までララク村に向かうのを見た。前に戦った金髪の女勇士よりも強い勇士か。名前はジャスティス。彼も金髪だ。もし彼と出くわしたら必ず逃げるんだ。東のララク村は危険なんでしょ。気をつけるよ。それよりラルフ、前に食べさせてくれたパイはどこで手に入れたの。ララク村のパイ職人にもらったんだ。はあ、よりによってララク村か。パイ職人には簡単に会えないからな。彼女にも事情があるんだ。残念だが、あのパイがいつ手に入れられるかははっきり答えられないな。命を懸けて人間の世界に出てきたのに。そうがっかりするなって。これ、食べるかい？新鮮なイチゴだ。森で食べた少し傷んだイチゴよりもずっと美味しいね。ここから西の方にあるイノシシ平原のどこかにイチゴがなるんだ。だがそこはイノシシの領域だ。イチゴを取ってイノシシに見つかったら大変だぞ。大丈夫、イノシシなんか怖くないもん。ご主人様が捕まえたイノシシジュニアの母親がその平原に住んでるさ。本当？じゃあイノシシジュニアを連れて行けばいいんじゃない。ご主人様の体についた匂いで気づくと思うから母親に気をつけるさ。じゃあその母親も精神支配しちゃえばいいね。なんだかイノシシの家族がかわいそうっすな。Yeah, why not? We'll just get the whole boar family. あんたはイノシシをさらって食べようとしてたじゃん。食べられるより手下にされる方がマシでしょ。イノシシ平原に行くのか。ならボスイノシシの牙も頼むよ。報酬はちゃんと渡すからさ。なんで
ボスイヌシシの牙とかいるの？勇士たちの装備を強化するのに必要なんだ。何よ、それを私に頼んでどうするの？俺は君と取引して報酬が手に入りさえすればいいんだ。何か問題があるか？勇士たちの装備が良くなったとしても君が彼らより強くなればいいだろう。I mean, yes, but no. やれやれ。ボスイノシシの牙を頼むよ。期待しているぞ。Great. Time to hunt some boars. わあ、小さいイノシシがいっぱい。ここがイノシシ平原か。いちごの旬はもう過ぎたはずっすけど、いちごなんかあるっすか？ラルフがくれたイチゴは新鮮だったし、まだ残ってるんじゃない？探してみよう。Let's fight them all. It's 250 health. Damn. 新しい魔法を練習するぞ。Sweet. See, there's more babies that way. Making some bacon. Yummy.Looks like there's some knights over there. Let's go fight more boars.He got to attack twice. What is this bullshit? There. Explosion.
Oh, maybe I should help out that merchant after all, because I'm about to hit to another one. I'm over here like, yeah, he doesn't need my help. Oh, another wheel. We came looking for you because you took so long. Did your wagon break again? We need... Wait, we're not here to fix wagons. Can you not... Wait, can you not do basic maintenance on your own? Can't you guys pull your own wagons? With a better wagon, I can make better my deliveries even faster. But since you guys keep delivering stuff to the Velia village, there's no way the wagon won't get damaged. You ungrateful little, we protect you from witches. I'm more likely to die at your hands than that of a witch. Looks like things are tense. Will you help the wagon driver? Why not? Hey there, warriors. Witch! Let's go with agility this time. Ouch, that hurt. K.O. Look at those cowards. Are you not scared with me being this close? I'm on the verge of starvation. I've got bigger worries than witches. How long are these warriors going to keep this witch hunt going? It's been over a decade since the Spring War ended. Why do we have to keep sending them supplies? It seems like you don't get along with the warriors. How could I? Take what you want from the wagon. It's too broken to take back with me anyway. What do you have in there? Forget it. They're all useless to me. How about this? Oh, we got a wooden shield. And some boots? They don't got fur. But that's okay. We're not going to fall down. We're not going to hit the flow. Desperado Day says, so what is this game? Basically, it's a RPG game that tells a story of a witch that is in the middle of a witch-hunted era where gods basically became unworshipped by this one guy who basically overthrew the whole dynamic of what gods or how gods were supposed to be worshipped, and now he takes all the power for himself, and gods were able to have, like, I guess, children with other human beings, which were made into witches, right? Or I guess, like, those children were witches. And so in order for there not to be any other people with the same kind of power as him, he chose to go on a witch hunt and kill every other witch that was born. And what would happen was if they were born as witches, then they would either be killed or thrown out into the woods. This one survived.
and now we're just like living her daily life. She loves strawberry pie so much, she named herself after the strawberry pie by calling herself Pieberry. Okay, it's a good thing we helped with that, because now we can have this equipment. Okay, yeah, we got more defense. I'm happy. As long as we have more defense, I'm good. Hope you enjoyed the video. Don't forget to like, follow, and subscribe. If you want to catch my streams, there is a link in the bio. Remember to always be a hero to yourself and to others. Have a good morning and a good night, and I will see you all next time. Bye!